皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2023年4月24日に行われた第8期叡王戦五番勝負第2局、藤井聡太叡王と菅井竜也八段の一戦をお送りするぜ。さて、東京で行われた第1局は藤井叡王が勝っての第2局。舞台は尾張名古屋の繁華街中区栄名古屋東急ホテルで行われるぜ。名古屋地下鉄の交差点栄駅からほど近く、気品あるヨーロピアンテイストの高級感あふれるホテルだね。名古屋観光ビジネス利用にももってこいだな。それでは早速お互いのプロフィールを確認しよう。まずは後手タイトルホルダーの藤井叡王。2002年7月19日愛知県瀬戸市出身。杉本昌隆八段門下の20歳。第35期竜王順位戦 A 級、タイトル戦登場13回でその全てを�獲得。一般棋戦優勝9回。現在並行して名人にも挑戦している。文句なしで現代将棋最強絶対王者として振り飛車党のトップを迎え撃つぜ。その棋風はまさに筋肉質、無駄な動きを一切削ぎ落としたような堅実さ。一手一手ポイントを積み上げる、ひたむきを体現したようなその将棋。優れた対局感と思い切った踏み込みで気がついたらペースを握っているね。本日は後手、まずは菅井八段のやりたいことを受け止めるのか、あるいはそもそも主張すらさせないのか、中盤の入り方に注目だ。続いては先手の挑戦者、菅井竜也八段。1992年4月17日、岡山県岡山市出身。井上慶太九段門下の31歳、今期竜王戦2組、順位戦 A 級、タイトル戦登場2回で王位を一気獲得。一般棋戦優勝4回、岡山のやんちゃ坊主、振り飛車党若頭だ。現代将棋は振り飛車否定？振り飛車は振り飛車？そんなの知ったことか。俺はやりたいことをやるんだ。正面切って駒をぶつけ、工夫と思い切りで切り開く、追い求める美しいロマンに、ワクワクすること間違いなしよ。31歳を迎えて初めての対局、ぜひとも勝利で祝いたい。本日は先手、まずは高らかに主張を通したいね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回はマリサが先手、菅井八段。霊夢が後手、藤井叡王だよ。それでは、お願いします。7六歩。8四歩。第1戦を落とし、先手で迎えた第2戦。1六歩、連敗すると防衛に王手をかけられてしまう。1四歩。絶対落とせない、本譜に選ぶのは。7八飛車、もちろん振り飛車、三間飛車で勝負だ。8五歩、いつも通り、居飛車と振り飛車の対抗形ね。7七角、角道を開き、角交換の意向を確認。3四歩。交換による局面の加速は否定して。6六歩、ゆったりした駒組みを希望するぜ。ふむ。4二玉、振り飛車は飛車を振る分、一手損をするが。4八玉、長期戦にして、その手損を希薄化させたい。6二銀、後手として、後から動く分、戦場への援護を十分に用意できるよう、正面切って組み合うのは望むところね。というわけで長期戦で合意が取れ。6八銀、しばらく駒組みを進めていこう。3二玉、3八玉。まずは対振り飛車の基本形、船囲い。5二金右、ここから何を目指すかで変形させていこう。2八玉、振り飛車の長所、角の邪魔なく王様を収める。3三角、角を上げ、いわゆる対振り持久戦模様ね。6七銀、なお、ここまで二人は公式戦全休戦。2二玉、藤井叡王6勝、菅井八段3勝だ。5八金左、負け越してはいるが、互角に戦えている印象だ。5四歩、突き放して、分からせてあげるわよ。5六銀、そういう意味でも、負けられない一戦だぜ。4四歩、さてそんなところで、こちらも角道を封鎖、本格的に長期戦の準備に入ったね。1八香、長期戦の代名詞、穴熊を目指そう。5三銀、では、動きがあるまで駒組みよ。1九玉、硬さで先手に負けないよう。1二香、私も穴熊を目指していこう。2八銀、1一玉、3九金、2二銀。後手の穴熊が完成しないうちに7五歩、
先手を取って当たりをつけに行こう。ふむ、穴熊は何枚の金駒で硬さを確保するか。金1枚で10両、金銀100両、金金銀1000両と言われる陣形。ガッチガチに硬さを確保するのか、あるいは妥結し、その分の手数を速度に振るか、その調整が個性の分かれるところ。今回先手は、金銀2枚に5筋に金を据え、本陣の周囲に保障を据えるような、バランス型に落ち着いた感じだね。対する私は、まだ銀1枚ハッチを閉じただけで、硬さという面では、物足りないけれど、3筋から5筋にかけて、エリアを守るという点では、これでも十分、と見ることもできる。攻め込まれた際に、金の位置を調整し、その都度対応すれば、今この場面、その分の手数を、攻めの準備にできそうね。何気に、最近この方針、藤井猛九段も採用して、戦果を上げているし、今後、穴熊の主流にもなりそうなのよね。よし、先手はもうやる気満々みたいだし。6四銀、駒組も早々に、私も戦闘態勢よ。6八角、8筋に守りを効かせつつ、飛車先を通す。5五歩、銀に当て、追い返して棋戦を取るわ。6七銀、7筋、先手の飛車先を受けに回る。7二飛車、まずは一旦、局面を落ち着かせよう。9六歩、端を突き、間合いを測りながら桂馬の用意。4三金、上部に厚くしながら飛車の横撃を通す。7九角、8筋を支えないで済む分、選択肢を増やす。8六歩、突き捨てを入れ、銀の足がかりに誘い込む。角を引き、斜めに支える方針よ。同歩、かといって、放置もできない位置取りだ。4二角、角の援護がある以上、7筋の歩は取られるので、8八飛車、目線を変え、8筋を伸ばす方針でいこう。7五銀、角の位置を調整し、8筋に突きを足す。6八角、争点の基本は数の勝負だ。8二飛車、当然、私も8筋に駒を足す。8五歩、歩を伸ばして争点をずらす。むむむ、飛車角の利きがずれることで、私の飛車が重くなるわね。8六歩、角銀の支えを主張に、8筋をせき止める。なるほど、8筋に飛車を走れば、こちらを圧迫できるということだが、こちらは7六に歩を打ち、銀を追い返せば十分。要は、後手の飛車先を抑えられれば御の字、一手時間を稼げば、盤面左、対抗形の争点は私が制するな。ここは警戒に、あらかじめ用意した手で。9七桂、端から桂まで8筋を支える。むむむ。7四歩、銀の退路を用意しておこう。7六歩。一旦撤退し、体勢を整えよう。6四銀。ようようと歩を取り、歩得にするぜ。8六飛車。角道を通し、飛車に当てながら。7三銀。8筋の飛車先に受けを利かせる。8九飛車。後手は歩切れ、焦る必要もないためゆっくり攻めよう。確かに、私は歩がないため仕掛けができず、間を測って先手の仕掛けを待ちたいね。9四歩、後手後手に回っているのが非常に辛い。そう、私は全く不満がない状況。9筋に伸ばされた歩も、争点に角が効いているし、後手の銀も、押し込めている状況。何より、歩得が大きく、後手からの仕掛けは何かしら無理をしなければならず、私は的確に対応すれば、ポイントが広げられそうだ。なので、ここは焦らず落ち着いて。6五歩、後手の銀を抑え、中央からの攻めを探ろう。9五歩、このままじっくり来られたら押しつぶされてしまう。多少無理をしてでも、8筋を支える系統に傷を作ろう。同歩、どうやら後手は、振りを悟っているようだな。そんなのは百も承知、なんとか駒をぶつけ、局面を動かして攻め手を作ろう。6四歩、駒をぶつけ、足がかりに争点を広げる。7七角、取らずに中央に浮いた歩に当たりをつけるぜ。銀がどけば、中央から飛車にぶつけていく方針だ。6五歩、角を通しながら、歩切れを解消よ。8四歩、飛車にと金作りを迫り、対応を要求。8五歩、飛車の支援をせき止めて応戦よ。ここは単純に、同飛車、そのまま取り込みで型を伺う。8四銀、飛車取りには飛車取りで代償を求めるが。5五角、馬ができ、左上を荒らせる分、私の主張の方が強いはず、ぐぬぬぬ。7三桂、飛車取りを防ぎながら、攻め駒を前に出す。8九飛車、無難に引いて、8五歩を狙うぜ。同桂では飛車取りになるし、銀を引けば、香車の前が詰まる、ぐぬぬぬ。それはなんとも息苦しい。9五香、悠々ひらりとかわし、後手の桂馬に働きかける。8五桂、同桂は飛車取り、同銀も桂取りが受からない。6六歩、こうなれば開き直り、攻め合いに持ち込もう。同銀、香取りに、8筋から飛車をどかしにかかる。9九香なる、先手の飛車を9筋に誘い。角のラインで抑え込みたい。
同飛車。9七歩。後手は銀桂をさばき、飛車の成り込みを狙っているようだ。だがしかし、8六歩、桂馬をどかさず、支えてしまおう。同時に角のラインを切り、後手同角とすれば。8筋、後手の飛車先が詰まり、9筋も歩が邪魔で、後手の速度ダウンは明確だ。しかも飛び出した角も、5筋に据えた金の守りが効いて、これ以上進めなくなってどん詰まり、引く以外の選択がなくなるな。その間に、私は悠々と桂馬を取って、あとは陣形差を主張し、後手陣に迫っていける。ならば、狙われる飛車をあらかじめ動いて、急に飛車、ラインを逸らしつつ、全身の手に変えよう。7三桂なる、桂馬を取り込み、駒得を拡大だぜ。9八歩なる、後手も竜作りが決定的ではあるが。4九飛車、駒を寄せれば、跳ね返すには十分だ。5一香、無防備な格闘に、思いっきりねじ込むわ。踏む、4六に引いても、4筋の歩を伸ばせば角は捕まるし、この角が助からないのは決定的。ならば余計なあがきなどせず、それ以上の代償を求め、対応を迫れば、攻守両面に、効果があるというものだ。8三成桂、飛車銀取りで対応を迫る。9七飛車なる、飛車を取られるともう攻め手がなくなる。8に威嚇なる、颯爽と馬を作って盤面制圧だ。遠見に、自陣の穴熊もフォローする位置取りだな。8六竜、銀を取られれば致命的、守りをつけるわ。4六歩、飛車先を進めつつ、後手玉に通るラインをこじ開けよう。8八竜、金取りに竜を潜って対応を迫る。6八歩、余裕の風打ちでラインを切るぜ。9七角なる、後手は大駒2つを成り込んできたが、自陣には距離が遠く、届くには時間がかかる。4五歩、殴り合いにハブがあると見て、決めに行こう。同歩、このまま歩を取れば、打ち直されて補修されるので。4八香、力をため、一気の粉砕を狙うぜ。6七歩、竜の危機に、道をこじ開けていったい。なんの、同金、同金とすれば、疑似金底の歩だ。5三馬、攻めきれないと見て、粘りに希望を託すわ。4四歩、叩きで引き寄せ、強者の受けを利かせない。3三金、二段ロケットが強烈すぎる。4五香、手前に誤り、駒の数を足すわ。4二歩、後手玉を狙うラインに馬を引いて。5五馬、一気に勝負を決めに行くぜ。5八歩、飛車の脇に歩を垂らし、あやをつけるけど。4三歩なる、自玉には距離があり、ものともしない。同歩、銀桂どちらも横に利きがなく。3三馬、4三香なるに辛抱効かなくなるぜ。同桂、4三香なると金を作って飛車に働きかける。5九歩なる、横にそれれば意味がないので。4六飛車、シンプルに上がって4筋を維持する。4五歩、この飛車取りは無視し、馬を取り込む。5三成香、後手の手駒は大駒のみ。4六歩、飛車角の2枚では守りきれまい。6五角、穴熊の脇に角を利かせ、詰めろだ。角のラインを受けなければいけないけれど、手元には飛車角しかなく、例えば、角を3二に打っても、先手4三成香、後手に1角と引かされ、先手2二金が強烈で、以下は一手一手、とてもじゃないけど受けきれない。では金を寄せて、守りをつけたとしても、先手4二成香、後手に1飛車、先手3二金、後手同金。先手同成香、後手3一金、先手2一成香、後手同金、先手同角なると飛び込んで、後手同玉に、先手4一飛車があまりに強烈、自陣の守りは銀しかなく、持ち駒も角と香、これでは受けきれず、詰んでしまうわね。陣形差をつけられた上での改善に、無理に対応した隙につけ込まれちゃったかな。悔しいけど、これは完敗だわ。負けましたー。ありがとうございました。理想的な振り飛車の展開に持っていかれてしまったわ。お互い穴熊に囲う持久戦模様の中、金銀2枚の穴熊に、5筋をエリアで守る金1枚、これで十分と満たす外八段が、7筋飛車先を突き、当たりを探っていき、早速回戦しよう、という場面。最近増えてきた、穴熊を8地だけ閉じて、手数を省略して前に出て、先手の思い通りにさせない、という意向。自陣の手入れは、手渡ししたい時など、ちょっとした合間にしてもいいし、そのままでも、エリアとして守れるので、このままで十分、という判断ね。が、41手目の先手7九角。
先手9七角と回れば、7五に戦力が足されるのを嫌がり、8六歩、と突き捨てを入れたのが、藤井叡王としてはやっちまったポイントだったようだ。持ち歩がない状況で、守りの効かない8筋を突き捨てたことで、8筋に飛車を回られた時、飛車を回って受けるのが難しいし、嫌がっていた7筋の位も、飛車先が重くなり、身動き取れないんだよね。9筋に角が回った場合も、端歩をついておけば、角頭に圧力を入れられたんだけど、そこを省略していたことにより、時間がかかっちゃうんだね。無駄をそぎ落とし、最短距離を意識しすぎた結果、足りない部分が発生してしまった、というところだな。だが、この場面こそ、保有していた3一金や、8筋に飛車を戻し、小銀を狙うなど、落ち着かせる手が良かったみたいだぜ。8筋に飛車を戻すのは、わざわざ7筋に回って受けたのを否定するし、後手としてはやりづらかったね。現実路線としては、3一金で間合いを図り、よりじっくりしたさばき合いに持っていくのが理想的だったのかな。そういうところみたいだな。本譜においては、8六歩を皮切りに、菅井八段が的確に対応、要所要所で数を足し、不切れの後手が何もできない状況を作り出し、じわじわとリードを広げた完封の勝利となったな。突破するための形がある程度決まっている対抗形において、この一歩差はとても大きく、あやをつける余裕も与えない干渉で、一度の王手もかからない押し切り勝ちになったわけだ。お見事でした。この結果を受け、第8期叡王戦5番勝負は、お互い1勝ずつのイーブン、次戦は5月6日土曜日、愛知県名古屋市東区、かもめで行われるぜ。次戦は藤井叡王の先手番、今度こそ、ペースを握っていきたいところね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で、バイバイキン。